シャボンディ諸島で最終決を果たした麦わらの一味は新世界へと抜けるため深海の島魚人島を訪れた。そこはリュウグウ王国が治める魚人と人魚の国だった。2年前共に戦ったジンベエによってすでに名を知られていたルフィは仲間たちと共に王宮リュウグウ城に招待され、魚人族と人間とは長い歴史の中で種族間の深い確執が存在していた。しかし人間との融和を望んだ今は亡き王妃乙姫の活動の成果により人間に歩み寄ろうと考える魚人たちも少なくなかった。一方で人間を憎み魚人族の力を世界に示そうという不穏な組織も存在していた。コーディ率いる新魚人海賊団である。かつてルフィたちがイーストブルーで倒した魚人アーロンの意志を継ぐコーディはリュウグウ王国に反乱を起こして新たな国を築こうと動き始めていた。コーディの反乱に巻き込まれる形で仲間数名が捕らわれてしまったルフィは残る仲間と合流し、そこでジンベエとの再会を果たすのだった。ルフィ君、見違えたぞ。懐かしいな。ジンベエ、おお、ジンベエか。また会えて嬉しいぞ。仲間は皆一緒ではないのか。ああ、それがよ。Or even he's changed. Cody の奴は、なんと竜宮城がそんな大変な事態になっておったとは。ジンベ、後のことは頼んぞ。俺は竜宮城に行く。待て、ルフィ。お前さんらがコーディと戦ってはいかん。考えてみろ。お前さんがそのまま魚人島で暴れたらどうなる。巨人族にはこれまで人間に心を開こうとするたびに人間によってそれを邪魔されてきた歴史がある。お前さんがホーディーとぶつかればどうなる。結果この危機から巨人島は救われるとしても人間に盾つくホーディーを打ちのめそうとするお前さんの姿は巨人島のみんなに変わることのない歴史を連想させる。ジンベ、こっちは仲間取られてんだ。ボーディってのもほっときゃ俺の友達もみんな困る。俺は行く。止めてんなら止めてみろ。共に戦った仲だと油断したわい。そういやお前さん、あの男の弟じゃった。困る気がないんなら仕方ないの。Oh shit, I'm gonna fight him out.Let's go, bitch! Do that. どけよ。俺はあいつらを吹っ飛ばしに行くんだ。待てと言うとろうが、話を最後まで聞け。やるのならコーディをぶちのめす凶暴な人間にならず、この島のヒーローになってくれ。わしがコーディにわざと捕まり助けを求める。
前さんはそれを助けてくれたらいい。そうすればわしら全員共謀者であることが皆にわかる。なあ、その前にまずは竜宮城へ急ぎ仲間を救出せ。仲間救出の方法についてとか何とかしてくれ。雑な作戦だな。おい、お前の頼みだからやるんだぞ。ジンベエ、応援なんかされたらこっちは調子狂うんだ。すまんな。まだ何か悩みな。作戦名をいらねえよ。そうぞ。わしは敵に捕まって広場へと侵入。鍵を盗んで広場を内側だから開けられるものは任せて。あたしとロビンならできそう。全魚人島民、俺はコーディ・ジョーン。この国は一度崩壊し生まれ変わった。新しい王は俺だ。ジンベエを発見したぞ。さあ、しまった。さあ、お前さんたちは今のうちに。Create more of the canal. Hopefully there's nobody up here. There you three are. And for the last one. Zakirna, Hode! Ore ni hanpatsu suru shizoku no arisarashi no mo. Hitori hitori shogun ni shite iku to shiyou. Oh, there we go. Take it, fish boy. Mugiwara no 一味全員来た。なぜ竜宮城を占拠した。人魚たちを誘拐したのはお前たちなのか。答えてくれ。お前たちは巨人島の敵なのか味方なのか。敵か味方か、そんなこと。お前らが
手に決めろ。吹けば飛びような十人足らずの海賊に何ができる。こっちは10万人だぞ。やっちまえ、金魚人海賊団。広場の奥にジンベエ親分が捕まってんだ。俺たち助けに行ってくるぜ。よし、俺も行く。Oh shit, he's just telling the general. Ah, never mind. That's awesome. Let's do this right now. Hang on a sec. I get enough people inside. Radical beam. Radical beam. Another trigger event. あのチビ急にでかく。
Franken! Errarashimoto Dangerous! There we Oh, what? Oh, man.